シーママです。今回はワールドツアーのトレカコンプリート企画の第4日目です。今回も開封していきます。今100種類中21種類集まったので、あと79種類です。頑張りたいと思います。では早速開けたいと思います。今回は推しが出るといいです。では行きます。せーの、パン。これはかぶったんじゃないですか。これは多分かぶりましたね。はい、かぶりました。これはまあしょうがないですねかぶってしまいました。オールです。気を取り直して2枚目。せーの、パン。オールです。またオールだ。今回もオールの運があるのでしょうか。これ出たっけ。多分出てないと思う。出てないかもしれないけど。2枚目もオールでした。では次3枚目いきます。せーの、パン。あ、ライオンちゃん、ライオンちゃんです。ライオンちゃん出ました。次、3枚目4枚目か、うん、もう4枚目だ。せーの、パン。あ、またオール。待って、オールの運が結構やばいよ。オールです。オールが出ました。これ持ってたかな。ほんとオール出た瞬間に持ってたか持ってないか。では最後レアタイクモモが出るといいな。レアタイクモモ1枚目ですよ。せーの、パン。あ、モモ、モモ出ました。モモ、やばい。え、すごい当たった。モモ出ましたよ。やばい、かわいい。モモが出ました。すごい、あ、すいません。9分の1でモモちゃん出てくれました。やったー、嬉しいわ。9分の1の確率でモモちゃんが出てきてくれました。やったー。言ったらモモちゃんが出てきてくれた。これは93番です。ダブったのはこのダブったボックスっていうのがあるんですけど、そこに入れます。今ダブってるのはこの6枚になります。では入れていきたいと思います。80番もかぶっていました。なんと80番もかぶっていたという悲しい出来事が。ダブったボックスに出ます。レアトレカこの種類出るの多いですね。あとサナちゃんとオール。でもオールが100種類目ここなのかな、わかんないけど。今回新しい種類が2種類集まりました。3種類はダブりました。今回はレアトレカに推しが出て嬉しかったです。こんな感じに終わりにしたいと思います。バイバーイ。